花尾芳郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾芳郎です。一週間ご無沙汰しております。あっという間の一週間が経ちますけどもですね、時の流れは早いですよね。今日もね、楽しく音楽魂、今日はゲストいらっしゃらないということでですね、金玉ね、金曜日魂、金尾魂でもどちらでもよろしくございますが、おなじみ高橋誠さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、アーミー秀ちゃん、はい、よろしくお願いします。松下俊美さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先週はですね、この近くのね、南武線久慈駅の、お祭り、はい、僕一人で行こうと思ったんですけども ね、来ていただきまして、松下さんも参加ね、していただきましたけどもですね、はい、秀ちゃんも、はい、秀ちゃん地元なんだってね。そうですね。高校時代からあの辺うろうろしてたの？いや、高校が最寄りの駅なんですよ。あ、そういうことなの。久慈駅、南武線久慈駅。久慈のね、本当にね、なんか心温まるね、お祭りに参加させていただきましたけどもですね。のどかなところでしょ？ね、っていうかね、ああいうのっていいね。そうですね。今回、お囃子とかそういうね、本の方たちとかも、ね、いらっしゃるけども、ね、ああいう歌とかっていうのは今回初めてみたい。あ、そうか。それで、機材とかはないのね。はいはいはい。もう36回目、36年、ね。素晴らしい。あれです。ですけどもね、本当に、機材も少し用意していただきましてですね、はい、心温まるね、お祭りに参加させていただきましたけども、はい、どう、ヒデちゃん、ああいうとこ行って。いやー、でもね、なんか、こう地元に戻ったって感じでしたか ね、うんうん、ね、すごい受けてたよね、ヒデちゃんの高校の名前出したら、うん、うわーとかってね、高校の名前出した瞬間にね、掴み OK もうそれだけで、もうそれで掴みだよ ね、 ね、それで最初掴んでいただいて、はい、で盛り上がったところで私が出ていってね、前座を務めさせていただきました。松下さんもね、歌う予定じゃなかったんだけど ね、 私はね、そう、カノさんの CD を販売しに行ったんですよ。そうそうそう、CD も売れました ね、 ね、買っていただきましてですね、本当ありがたかったですけど、はい、またね、お話がありましたですね、誠さんもね、はいはい、誠さんでも誠さん前日あの辺にいたんだよね。あの辺いました ね、 ね、あ、宿川原で、宿川原で、あ、そうかそうか、そう、王子、9日、ね、王子、そういうことか、ね、だから次の日はね、俺も行く予定だったんですけど、うん、泊まればよかったのに来なくていいって言われたんです。いやいやいや、仲間割れ、仲間割れ、誠さんを呼んじゃうとね、ちょっとね、ギャラが俺たちだったらお米券でいいんだけど、ギャラの話ですね。そんなことない、ギャラそっか、はすみさんちに泊まってそのまま来ればよかったね。そうなんだね、じゃあね、知らなかったな。じゃあ来年はさ、だこっちが言うことじゃないけどね、来年もぜひっていうことでね、言っていただきましたけどもですね、本当にああいうのって基本だよね、うん、マイクあるなしに関わらずね。いや、もうそうですね、うん、なんかもう設備がいい中でこうやるっていうよりも、はい、やっぱ手作り感があってね。いや、燃えましたね、だからすごい暑い日だったの、ね、はい、気合入ってよ、気合入りましたよ、ね、生音ですから。そうか、生音、うん、それ言ってもいいよね、生音、あれが基本だよね、なんかね、はい、うん、電車に負けず音出しましたけど、そうそうそう、電車が通る、はい、電車通りますとか言うの、電車が通ります。その時は歌わないの。その時はもう力いっぱい、力いっぱいですね。ということでね、今日もね、楽しくやってまいりましょう。いい、はい、まあのんびりちょっと行きますか。ちょっとミサイルがね、なんかどん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 来てる ね、 ね、ミサイルやめてほしいよ ね、 いいね、なんかね、大きい花火が飛んで大きい花火ね、打ち上がりましたね。もうね、本当になんかもうちょっとその愚かだね、人間って繰り返すよね、そういうことをね。だからやっぱり一番被害被るのはね、まあ、女性と子供とかね、はい、そういうものね。そうなんですよね。だからね、そういうことが、あと犬とか猫とか、ね、そうそう、だからね、やっぱりね、ちょっとそろそろね、もう大人になりたいよね。ですね、うん、なんか俺が言うのもなんだけど、そうだね、そういうことはやめましょう。だってだって子供だもん、あの方はね、やっぱりね、まああんまり言い過ぎないよね。
いやでも孤立しちゃうよね。何孤立する、してる、うん、完璧に。だからなんかね、やっぱ幸せになりたいのかなっていう感じがするよね。本当の幸せ感が違うんだろうね。そうです ね、まあ、ちょっと考え方が違うかなって感じですけどね。まあね、みんながね幸せになりますよね。それぞれですからね。で、まあ、ちょっと僕あんま歌ってない曲やろうかな、はい。まあのんびりほんわかじゃあ行きましょうかこれ、はいはい、ね。寂しいわ。時計は12時。ブルーな気分。残酷ねあなたって一人ぼっちにするなんて、とても一人じゃ生きていけないから。夜中に。目を覚ますととても憂鬱だわ。そばに彼がいない、昔はよかったわ。今さら一人一人ぼっちにするなんて、とても一人じゃ生きていけないから。寂しいわ。時計は12時。ブルーな気分。今夜も一人一人ぼっちのミッドナイトブルース。とても一人じゃ生きていけないから。はい、ということでね、崩れ落ちるような金子のミッドナイトブルース、今日 いきなりやってもヒデちゃん頑張ったね。もう合わせるってことが本当はあるんだけどね、はい、まあでもね、こういう感じでのんびりね、ミッドナイトブルースなんですね。新曲？そう、ね、40年前の新曲ですよ。これ昭和の時歌ってた。あ、そうなんですか。そうそうそう、結構いっぱいあるんだね。いっぱいあるよ。うん、売れないだけで。いや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 、本当にあるよ。だし、だしこれからですよね。これから、これからですよ、はい、もう今が旬です。言わずわかったよ、ひでちゃん。あれね、俺と。なんだそれ。また、どうぞどうぞ中にお入りください。よかったら、ね。どんどん増えるね。どんどんお客様はね、今日ね、ご紹介しましょう。まこさんの、ちょっとお知り合いの、音楽、ニーナさん。ニーナさんっていうのは、どういう、あれですか。ニーナさんは僕 CD をもらったんですよね。こんにちは、どうもどうも、お話どうぞ、ちょっと前に来て、どうぞ。なんか自分あれ CD 作って歌ってたりするんですか。うん、あ、そうです、一応歌は。あ、そうですか。今度なんかラジオもやるんだっけ。ポッドキャストは今やってる。ポッドキャストをやってるんですか。ポッドキャストって何。
あ、ごめん。インターネットラジオ。あ、そうなんだ。はいはい、へ、今もね、皆さん。ほう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 、そういうのを毎週やってるんですか。インターネットラジオは、うん、月3回ぐらい。ちょっと、あ、そうなんだ。っていうことは割と毎週感じの感じです。毎週間はでも収録なので。あ、収録ダメよ。生じゃないとダメ。あ、でもユーストリームネットテレビを生でやってます。あ、本当、はい、なんかご活躍で ね、 ね、とんでもないです。テレビ好きなんですか。僕テレビ嫌いなんだけど。あ、私どっちかというと音だけの方が好きです。そうでしょ。喋りだけの方が。ああね、はい、まあでもこれ映像とか撮ってるんで、まあ、ちょっとテレビっぽくなってるんですけども、今の多いよね。まこさんもこの間なんかネットテレビみたいな見た見た、やりましたね。ね、ね、これな、ね、どうだった？北千住で楽しい。お、それ面白いね。あの時あの女の子が2人一緒に。だから嬉しかった。ね、最高。それがですか。それがね、入っちゃダメよ、まこちゃん。まこポンかなんか言われる。なんかポンかなんか。ふざけんなよ、まこ。ダメしてなかろうね、お前。来たんや。何言ってんの。悔しい。悔しいんだろ。はい。マコポン、ヨシポンかなんか言ってる。いやいやいや、許せよね。今度一緒に行きましょう。マコポンとヨシポンで。でもまあそういうの結構増えてきた、ね、増えてきたね。いいね。でもそういうのも。まあでもそれも言っちゃいいですけどね。まあでもこの番組は番組の途中で CM 入れないから、ね。うんうん。だ結構 CM が途中で入っちゃうと、うん、もう CM 番組になっちゃうよ、ね、でその間がさ途切れちゃうから、うん、間に CM をできるだけね入れないよ。そうだね。そう、うん、それは僕のやり方。はい、素晴らしいです。筑穂筑穂語り、筑穂筋語り。なるほど。ニーナさん、じゃあ本当に頑張ってくださいね。今度あのなんか歌いに来てくださいよ、今度また ね、 ね、改めて、うん、よろしくお願いします。今日よろしくお願いします。でお客様がどうもこの間お世話になりました。お名前ご紹介自己紹介この間お祭りの時来ていただいたりね、はい、ライブとか、うん、は来てない。あ、そうですか。失礼しました。違う人。あ、ライブの時にね、来ていただきました。自己紹介をちょっと。自己紹介は言ってください。一般の主婦なんで。一般の主婦です。何？一般の主婦って一般、僕らも一般ですよね。一般の不良中年の金目白でございます。確かに。みんな一般人ですか。チンパンジーとちょっと掛け合わない。言うと思ったね。いいね、お名前、お名前は。お名前。言ってください。首藤と言います。あ、首藤さんね。はいはいはい、よろしくお願いいたします、はい、それでライブとか真子さんのライブもよくお見えになる。僕もね。そんなそう、ま、僕の知り合い古くからの友達と友達なのよ、うん、家が荒井のり子ちゃん、もう昔から知ってるんですよ。いろいろね、横浜にいる頃ね、いろいろお世話になったりなんかしてね、うんうん、はい、よろしくお願いいたします。どうぞ。一言？何？一言なんか宣伝？ない。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。その一言いただくのがね結構大変なことなんです。確かに。でもまあこうやってこうわざわざね足を運んでいただけるっていうのは、ね、はい、まあこのお近くだったりまた遠かったりもするんですけども、ありがたいことですね。あれなんか差し入れが入った。それからこちらから。ありがとうございます。これは何でしょうか。何でしょうか。何でしょうか。卵サンド。食べたい。卵サンド。あららら。すごい重いですよこれ。卵さん詰まってるんじゃないの。すごいギュッとなってる。詰まった感じ。終わったらいただきましょう、ね、本当にねありがとうございます。なんかいつもね、ということで金目白をミッドナイトブルーでやりましたけど、私何いただいた。ということですね、スルーされて、スルーでしょ。終わっちゃう。はい、真子さんは今日はあれですか、なんか何しましょうか、ね、慌ただしくてね何も決めてなかったんだけど、もうちょっと変わった曲やりましょうか。おお、いいですね。できるかな。マイケル・ジャクソン。マイケル・ジャクソン。マイコル。マイコル。マイコル。I'm gonna make a change for onceIn my life, it's gonna feel
difference gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing on my mind. I see the kids in the street, not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their needs? The summer disregarded the block and bottle top, and a one man soul. They follow each other on a way to novel, cause they got nowhere to go. That's why I know I am September with a bump in the fever. I'm asking him to change his ways. And no message could have been any clearer. If you wanna make a world a better place, take a look at yourself, make a change. Na 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 na. I've been a victim of a selfish kind of love. It's time that I re-arise. And there are some with no hormone, not a nick of too long. Could it be little me pretending that they are not alone? A widow deeply scarred, somebody's broken heart, and a washout drink him. They follow the pattern of the winter sea, cause they got no place to be. That's why I'm starting with me. I'm starting with a bump in the liver. I'm asking him to change his ways. If you wanna make it for the better place, take a look at the set and make a change. I'm starting with the mud in the river. I'm asking him to change his ways. No missing, get a damn any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself, then make a change. You gotta get it right when you got the time, cause when you close your heart, gonna count off mine. I'm starting with the mud in the river. I'm asking him to change his ways. No message, get a damn any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself, then make a change. Na 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 na. マイケル。ねえ、あのこれ結構きついね、高いね。結構ね高い。サビが、うん、キーが高いし、ね、言葉が詰まってるからね、うん、この辺ね。そうですね。歌いづらいよね、うん、結構でもねこれ大好きなんですね。私大好きこの歌、うんねうん、オバマ大統領の選挙の時にねこれ使ったんですよね、うん、なるほどね、うん、いろんな優れたミュージシャンやっぱりたくさんね、うんはい、海外にいらっしゃいますけどもですね、大体ヒデちゃんあたりはどういう海外ミュージシャンってどういう人が好きなの？そんな影響されてないか、ちょっと影響されたっていうか、まあ一番最初にまあガイタレっていうか、まあ、この人たち聞いたガンズ&ローゼスですね。若い。あ、若いんだね、まだリーダーね。すいません、うん、ガンズ若い。松下さんあたりは何？やっぱいやいやいやプレスリーの世代でなるの。プレスリーすごいね、すごい。二世代とかになるの、ね。いやそれは違うの。あ、本当。プレスリーも好きですよ、好きですけど。うん、いっぱいいますよね。スージックアトロも好きだったし、あれですね、僕の場合は、まあ、最初はガンザーズのですけど、うん、そこから、うん、その人たちがどういう人たちに影響されたのかなって。みんなそうだよね、わかる、うん、でもやっぱ一番影響されてるのはエディ・コクランですかね。エディ・コクランね、渋いですよね、うん、そこにたどり着いた、たどり着いたって感じです、ね、みんなだからそういう影響された人にこう行くよ、ね、行くっちゃ行くよね、うん、今の若い方もね、そういう、まあ、ブルースとかやられてる方も若い方もあるんだけども、やっぱりその、
若いバンドが影響された昔のブルースマンに行ったりとか、はい、例えばマディ・ウォータース聞いたりとかね、ビビ、はい、キングだったりとか、まあいろいろいるじゃないですか、はい、ありますね、ね、あるけどね、うん、ボーカルリストっていうのは誠さんは何かある、好きなボーカリス ト、うん、マイケル、結構、まあ、マイケル・ジャクソン、うん、あ、日本だと坂本九さん、あ、坂本九さんってね、うん、あの人に声が俺そっくりだと思うんだよね。あの誰だっけ、あの、いたじゃない、フィル・コリンズ、フィル・コリンズ、フィル・コリンズと坂本九さんの声って似てるのよ、本当思ったことないでしょ、でもね、ちょっと考えたことないですね、同じだ、でも声似てるかもしれない、あ、でもね、うん、マイケルと坂本九もそっくり、似てる、そうなんだ、うん、っていうやつ、歌い方がね、うん、ああ、声の出し方とか出し方がね、なんか吸った時に声出すような感じだよね、うん、そうですね、なんかね、あ、そう、私はキャロルキング、あ、キャロルキング、キャロルキングが好きですね、そう、いろいろそれぞれね、うん、ありますね、あるとは思いますよね、だから歌って言ったら大体ほら、まあ R&B 系だとかってボーカリスト多いよね、うん、レイ・チャールズとか、あ、そういうボーカリストは ね、そうだね、サム・クックだとかね、うん、はいはいはい、ジョー・コッカーだとかね、はいはいはい、そういうのはあるけど、僕はそんなにないんだよね、もう一応こう聞きましたけど、バンドだとフーが好きなのよ、ああ、かっこいいよ、なんで知らないけど、フーが好きなの、バンド、そう、うん、それ意外だね、うん、フーがね、バンドとしては一番好きなんだよね、そうなんだ、うん、ボーカルも好きだし、まあ、いや、いいっすよね、うん、かっこいい、ね、なんていうかな、その勢いっていうか、うんうん、好きなのね、うん、意外でしょ、マイク振り回すし、そうそう、俺マイク一回振り回す練習して、ええ、振り回してさ、ワイヤレスを一回初めて作った時にそれを投げたことあるんだよ、振り回そうと思って、めちゃくちゃ怒られたもんね、いつも振り回すつもりが、そうそう、振り回すつもりがさ、バーン飛んでいっちゃって、何するんですかあなた、最後大事にしてください、そう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 ということでね、ね、お便り聞きましょうか、はい、行きましょうか、また花尾さん、誠さん、としみさん、あーみひでさん、スタッフの皆様、はい、キキさん、こんにちは、はい、こんにちは、待ちに待った音楽魂、うん、1週間早いのやら遅いのやら複雑な心境です、うん、はい、朝晩かなり涼しくなってきましたね、体調は大丈夫でしょうか、うん、はい、先日は我が地元久慈駅前で熱唱していただき、みんなで盛り上がりましたね、ありがとうございました、嬉しかった、来年は誠さんもいかがでしょうか、はい、何もないところですが、人間はみんな熱いですよ、ね、本日もたっぷり楽しいお話期待していますね、リクエストをお任せいたします、うん、よろしくお願いいたします、よろしくお願いします、今後のライブ情報もお願いします、あ、はい、これ音楽魂の皆さんに元気をもらっている清水佳代子さんです、あ、清水佳代子さん、ありがとうございます、先日もね、妹さんとかね、うん、お孫さんとか、妹さんじゃなくて娘さん、あ、娘さん、ごめんなさい、娘さんのね、お子さん、妹さんたち、そうだね、うん、お孫さんって言わない方がいいか、なんかね、すごい楽しかったですよ ね、そうそうそう、なんかやっぱりこう、なんていうかな、そういうのってこう、最近触れ合うことが僕も少なくなってきて、なんかこう、お孫さんに、いや、お孫さんじゃなくて、じゃあお孫さん抱っこしてすごい似合ってた、なんかお孫さんでしょ、写真撮ってね、微笑ましい、なんか微笑ましいでしょ、うん、微笑ましい絵で、ああいう時もね、顔作るんですよ僕は、もう外面がいいのよ本当に、まあね、でも自然な顔だからねあれはね、自然にちょっと微笑んでしょ、自然に作った、自然に作る、自然に作る、いやでもね、笑顔をね作ってたら本当に素敵な笑顔になるっていう、うん、なります、そうだよね、なりますよ、うん、だからやっぱり常にこう笑顔を絶やさずにねした方がいいみたいね、そうですね、うん、まあね、僕はほら喜怒哀楽激しいからもう
ね、いろいろありますけどもですね。じゃあリクエストないですかね。リクエストはお任せします。あ、じゃあ松下さん行こうか。松下さん、うん、あ、それ後でご紹介しよう。松下さん行きますか。いや行かない。美空ひばり行かない。美空ひばりさんの古い歌行きましょうよ。無茶ぶりでこれ、うん、聞いててもなんか分かんないでしょ。聞いててちょっと合わせてちょっとカントリーっぽい感じ。ここで終わっちゃダメ。うん、いや行きましょうよ。これちょっと、ちょっと行ってみましょう。分かんないんです。本当それでもいいよ。行きますか。皆さんおそばはいかが。おなじみちゃるめな娘、町から町へと細々ながらも楽しいちゃるめなそば屋でござる。おっさんぱいいちご機嫌、ほら危ない千鳥足、東京名物はおなじみちゃるめな娘、新宿浅草上野新橋ガラガラ流すよ屋台のちゃるめなそば屋でござる。チャルメラそば屋っていうね、素敵な歌でしょこれ。素敵な歌だけどめちゃくちゃだった、ごめんなさい。いいんだいいんだよ、まあ、あのそういう雰囲気が出てもね。いやいや雰囲気これ美空ひばりさんの歌知らなかったでしょ。知らなかったですよね。ねえお客様、うん、すごいコアなファンがいて、ね、教えてくれます。これ初めて聞きましたね。16歳、いくつぐらいでしょうねこれ。これひばりさんがおそらく10代の頃、15、6歳ぐらいの頃に。ちゃんと CD があるんで。CD あるの、あるの。探して買います。ラララララ。だからジャズもいろんなあのこういうカントリーとかも、やっぱりうまいからね。うまい。いやもう、ね、ジャンル関係ないですよね、ひばりさんね。関係ないよね。でももう抜けてんだもん歌が。いやもう全然もうあれ。なんかねカントリー風に歌ってる。だからふーんはいはいはい、はい、ちょっと鼻抜けた感じ。そう、そういうのってやっぱ感覚的にパッと覚えるんだよね、きっと。感性がね、感性がね、あの覚えるもんじゃないですからね。うん、素晴らしい感性だと、ね、そういう難しい歌をいきなり、うん、これ やれと、うん、これでも楽しくていい、ね、やれこれだよ今日は言われたらどうしましょうみたいな。 ね困っちゃいますね。困っちゃいますね。金沢ほらどこでも歌えるじゃない、マイクなくてもね。あのやっぱりね、まあ、音響が良かったりとか、大きなステージとかやったことあるけど、はい、日比谷の野音とかもあるし、はい、そのいろいろありますけど、歌ってね最近思うんだけども、やっぱあの生歌が一番いいんだよね。まあそうですね、うん、生であの伝えられるっていう、はい、ただそ あの大きいあの例えばお芝居の方とあのお芝居っていうかあの一回あの共演したことがあって、はい、お芝居の方ってあのマイク使わないじゃない、一人芝居とか。ああそうですね、まあ、あの、はいはい、ねやられるんで、そのだからそういう人たちと共演した時もやっぱりマイクをそのあんまり使わないで、あの実はマイク使うはずだったんだけど、その時トラブル起きちゃって僕のギター音が出なくなっちゃって、うん、それでもう結局マイク使わないでやったの。ほう、
うん、それでいけるんだよね、でかいホールなんだけど、うん、でお芝居の人とかそれで、ね、うん、やってるわけだから、だからささやくようにして歌うと耳をみんながこうそば立ててくれるっていう、ね、まあそうです ね、はい、そういう感じで思えばそんなにどこでもね、うん、どういう状況の中でもやっぱり自分を表現していかないと伝えられないじゃない、はい、そうですね、そういう自信がない人はね、大きくポン、ああ、自信あるもん、ノーコメントです、ノーコメントです、すごい自信があるのよ本当に最近、はい、なんかね、すごいね、私なんかズタズタにされてる感じ、ズタズタ、震度3ぐらいですか、5ぐらい、いやでもね、こうやって歌ってね楽しくやる方がねやっぱりいいですよね、もし、うん、とかだね、今日お便り、はい、ファックス来てますね、はい、金尾芳郎さん、投げ銭 FM オンチューさん、ね、ちょっと変わってる今日の、今日はね、おしゃれ、おしゃれ、漫画がなんか投げ銭とともに漫画が出てますけどもですね、そっくりです、チャーリー佐藤さんでしょう、うん、金尾さん、誠さん、松下さん、山田さん、はい、こんにちは、こんにちは、金玉ですね、はい、熱くお願いします、はい、噂の話ですが、で恐縮ですが、今朝くまちゃんから元気であるとのメールがつきましたっていう、くまちゃんって僕の友達でね、がんの手術をされて、うん、ちょっと大変な状況だったんですけど、僕も心配しておりました、元気でいるというね、メールがつきましたということでね、酒は飲めないながらも元気でいるということ嬉しいです、うんうん、酒が飲める自分がどれだけ幸せ者であるか痛感いたしましたという、くまちゃんに一曲お願いいたしますというね、はい、お便り、ちなみに吉川は行方不明ですって。チャーリーだとね、周りがね、いろいろね、あるんですね、あります。これちょっとイラストになってるんですね、最近。すごい似てる。チャーリー佐藤さんね、これ。でこれが吉川君、行方不明のね、吉川君来てますけど、どこまで本当の話、これはね、新聞の一コマにこう出てんのよ、あ、そうなの、チャーリーさんたちの高校の、うん、模様、それが漫画になってるね、漫画になってる、そうそうそう、それでね、ちょっといろいろね、僕これ書いてる人も僕知ってる人なんですけども、そういうのが届きましたけどもね、いい、うん、漫画もいいよね、漫画だと、ちなみに吉川君行方不明です、本当ね、もういろいろあるよね、佐藤さん、この間はね、はい、遺産相続問題がね、解決したと思いきや、ようやく解決したと思った、友達が行方不明、もうネタが満載で、ネタが尽きないですね、尽きない、じゃあ、まあ、くまちゃんにね、なんか、はい、何やりますか、元気になるよ、何だろう、どうしますか、お酒が飲めない、チコブルース行きますか、チコブルース行く、じゃなくてちょっとダイナマイト、お酒飲めないからお酒飲めないから、お酒飲めない人に対してダイナマイトってそれしね、僕の話じゃないですよね、それダイナマイトこの間やりましたけどもです ね、何でしょう、元気が出る、割あ、日向坂道行きましょう、お、ね、はい、これ明るいからいい、 B ですね、うん、B ですよ、
はい、ということで、金吉郎日の渡る坂道をお届けいたしましたけども、ごめんなさい、歩き出せを走り出せって言っちゃった。ダメじゃないか。俺も歌詞さ、2番の歌詞頭が出た、ね、ね、桜散る春の道を、そうそうそう、はくらってなんだよお前、言ってみろ。はくら、いや、あの、ね、一言が出ない時あるんだよね。ありますね。でも口の形を見ながら出るんだけど、あれだから、あの、僕が間違えね、もし間違えても、うん、コーラスは 僕に合わせてもらいたい。そうですね、うん、桜、葉桜の、葉桜、葉桜、知ってるっていう話のね、あの、そういう生放送はね、そういうことがね、やり直しが効きませんからね。くまちゃん元気になって、うん、元気になってほしいと思います。一日も早くね、元気になってほしいと思いますけども、またメール来てますでしょうか、松下さんの方から。はい、お願いいたしましょう。ですね、久々の方、うん、埼玉県島田さん、島田より、はい、金尾さん、松下さん、うん、誠さん、スタッフの皆様、うん、こんにちは、はい、久しぶりにメールさせていただきます、はい、毎週皆様のお元気なお顔と、うん、音楽とお話を楽しませていただいています、うん、文面硬いかな、うん、晴れてはいますがちょっと風が強く、そちらのビル風はもっと強いのでしょうかね、うん、誠さんを真似して、うん、近所の公園で光合成しながら書いてます。いいですね、はいはい、昨日無事に52歳の誕生日を迎えました。おめでとうございます。おめでとうございます。52歳、うん、52歳だったんだ、52年、ね、若いんだか何だかちょっとどうも違うんだ。これから、挽回していきます、昨日もじゃんじゃん言っちゃった、昨日もじゃなくて今日もでしょ。今日もじゃんじゃん言っちゃってください、はい、金尾さん、また埼玉県で音楽魂ライブしてくださいよ、うんうん、埼玉県ね、長々失礼いたしました、はい、うん、島田辰美さん、うん、ありがとうございます。そう、昔ね、西川口でね、うん、お世話になってた、ね、うん、やりましたね。ああ、やりましたよね。魂ライブ、うん、まあいろいろね、どうや、ね、まだあるのかしらね、どうや、ん、どうや、ん、どうや、どうや、どうやですよね、うん、確かね、うん、そうだよね、うん、どうや、行きました、懐かしい、いかがって書いて、どうや、いかがやで、どうやって読む、そ う,、ねうん、そうなんですね。いや、僕のマスターはよく知ってる。あ、本当にそうなんだ、ええ、昔あのイベントで結構ね、よく、ああ髪もじゃもじゃ、あ、そうなの、もじゃもじゃヘア、あ、一緒になってたエスペランサの、うん、はい、そ そうですね、頃から、川越のあのイサナマっていうところで、うん、あのイベントでよくご一緒させていただいたんです。うーん、そうなんだ、はい、あ、みんなどっかでつながってる感じはしますよ ね、うん、まあ、あのいろんな、ね、ところで、あのこれから先もですね、そうそう、僕もそうだそうだ、ライブ情報をお願いします。ライブ情報、さっき清水さんいただいてたよ、はい、ライブ情報はですね、今月は、私はそんなライブやらないですね。今月は何、今月はね、うん、ありませんか。あ、ウォッカのに行くんでしょ、17日ウォッカ17日。あ、それは別に僕ライブじゃないから、僕の、ああ僕のライブ情報じゃないの。いや、飛び入れて誰のライブ情報じゃないの。飛び入れて歌うのかな。いや、歌わない歌わない歌わない、うん、19日やるじゃん、横浜。あ、そうだよ、ジョンジョン、ジョンジョン、もう忘れてる。あ、そうそうそう。9月ね。誠さんと2人、やだ。そう、もう忘れるんで、自分の宣伝はね、9月19日、そう、これ、ジョンジョン久しぶりですね。火曜日、火曜日なんですけどね。連休明けですね。ジョンジョン。火曜日、久しぶりです、誠さんと行きます。思い出そう。よろしくお願いします。それで、ジョンジョンですね。そうですね。ジョンジョンです。はい、誠さん、今日はね。うん。うん。それで、誠さんはもう、うん、で、うん、あのさ、俺のライブ情報やってんじゃないの今、はいはい、あ、そうだよ、順番に、順番に自分で思い出さないんだけど、ちょっと待って、喧嘩喧嘩腰で、ね、あのさ、どこだっけ、あと私ですけど、あ、そうですよ、はい、10月1日なんかね、いや、それ前にあった10月10月もあるよね、なんか、ね、ありますね、10月1日スモーキーでしょ、5日がスモーキー、あの 10月1日はね、スモーキーで、これはウォッカのたけし君、うんうん、ね、5日がこれはね、スペシャル、あのライブになりましょうね、5日がフライデー、これ誠さん、うん、5日だっけ、10月1日、うん、そうです、5日はフライデーですね、確か5日、うん、やります、10月5日、ね、5日です、横浜ばっかりになりましたね、横浜多いですね、うん、今回はね、それでもう14日からもう長崎ですね。あ、そうです。14日は長崎の、西の海、海公園っていうところで、野外ステージですね。それゲストで入ります。博多から2人連れて行きます。はい、ギターの川田紀秀と、あと、うん、
ブルースハープの中野茂樹ね、お友達2人で行きます。これは長崎の西の海公園ですね、野外イベントで15日が博多、これは B1 ですね、ドラム B1 でやります。これも博多のね素晴らしいバンドがいっぱい出ますね。会長のバンドとかね、会長すると分からないでしょ。どこの会長でしょ。どこの会長。そうそう。世界の会長。なんだっけ、109じゃない、190ライダー。イナゴライダーは知ってるけど。違う、イナゴライダーの事務所の社長だから。あ、そうなんだ。イクマライダーって言うのよ。その社長のバンドがね。それ素晴らしい。で、キーボードはね、クリスタルキングのキーボード。あらららね、やられて。それで、まあ、その方もね、今久さんって今回僕出会ったんだけど、里美ちゃんという、ジャズの歌う方と一緒にね、ユニットでも出てもらいます。で、ガン・コンドーさんというね、素晴らしい、R&B のね、方とか、あと、バッド・スタップ・ハードロック・バンドですね。もう、いろいろ出ますんで、また、ご紹介いたしましょう。はい、ということでね、それが、まあ、15日ですね。あとはもうないんじゃないですか、僕は。しばらく。まあ、あるか。ちょこちょこ。まあ、11月20日の。やることだけは言った方がいいんじゃないかな。11月20日音楽魂、ブルームード、ブルームード、これ誕生日編マジですか、まあ、いや俺誕生ライブはね、ブ やんないって言ったもんだからあ、そう、うん、ちょっと言いづらいんだよな言っちゃったからその日に撮っちゃったっていうね。一応でもスケジュールが皆さん開けといてくださいね。ね、スケジュール大盤振る舞い開いてるよ。そう本当。月曜日は僕開いてます。開いてます。皆さん月曜日、ね、みんなねちょっと遊びに来てください。そうそうそう、一応ね菊田俊介さんとリリー・カイネイラさんは、はい、ちょっと出てもらいますけど。ちょっといろいろね、すごいメンバー調整中なんですけども、でも11月20日、ブルームードやる、うん、やりますよ。もう松下さんがやるって言ったら、もうこれはね、もうね、うん、はい、皆さん来てください。はい、ね、皆さん来てね、今日のお客様、うん、開けといてくださいね、11月20日ね。うん、でもあなた10月1日っていうのはあなたのあれじゃん、ボス。あ、なんかミキさんからメールが来た。あ、来た来た。それで見ていくわ。はい、ね、どうしましょうか。はい、それご紹介しましょう。ああ、ちょっとカーソルが、カーソルが動かない。動かない。なんか喋っててください。うん。ということでね、来たけどこれを読みますか。はい。これを。うん。ええじゃないよ。何いやいや、これを、読みますか。じゃあ、かなおさん、まことさん、としみさん、ききさん、ディレクター、うん、そして、ひでちゃん。ひでちゃん、こんにちは。はい、すんません、体調悪くて25分に気づいたオイラです。今日は金玉ですね、はい、吉見さんの、うん、あ、チャルメラそば屋から聞いておりますが、はい、ひばりさんの歌はやっぱり、どこ行っちゃったかな、ちょっとすいませんね、あ、ちょっと飛んじゃいました、ごめんなさい、画面が、うん、そうです、これなんか難しい、パソコンできないの、そうそう、いやいや違うところ飛んじゃった、あ、そう、うん、これ違う、パソコン俺が教えてあげようか、あらら、ちょっと喋って、喋って、パソコンすら俺持ってないからマジで、うん、マジですか、俺海外の方だからもう考えられないって、それで生きてる、今時、うん、今時、PC 持ってないのってあなた、うん、いや別に持ってなくても生きていきますよ、ね、生きていきますよ、十分生きてます、あ、さて、いよいよあと1ヶ月になってまいりましたね、はい、博多の、あ、例のね、うん、元クリスタルキングのヒロミさんのグループも出ることになったし、うん、これは相当お得感満載のライブになりそうですね、はいはい、いただきました、はいはい、ありがとうございます、ミキさんね、ありがとうございます、カナさん、久しぶりにホットドッグが美味しい、ジョンジョンとかあるし、うん、どんどんエンジンかかってる感じが良いですね、ああ、そこも、もうミキさんは知ってたっていう、ジョンジョン、ミキさんの中の人が知ってるよね、ミキさんありがとう、ホットドッグが美味しいまで言うから ね、 ね、 ね、本当うまいんだよね、あそこ、ジョンジョン美味しいよ ね、 ね、ホットドッグ、はい、うん、だから気楽にね、投げ銭ですから、うん、でスモーキーも投げ銭だから気楽に遊びに来ていただきたいと思います、ね、今度誠さんもとしみさんもいらしてくださいって、はい、あ、今度 ね、 ね、博多でしょ、今度は行きたい ね、 ね、次はもう行くよ絶対、うん、音楽魂でひでちゃんもね、みんなで、はい、みんなでみんなでツアーでちょっと長い、うん、ということで ね、 ね、話ばっかりになってしまう、ね、もうあの曲は誠さんなんか何やろう、マクさんなんか歌ってください、俺俺俺歌うんだったらずっと歌うよ、ずっと歌う、
もう金森義郎の金森義郎のエンドレスソング、エンドレス、金森義郎の金森義郎のエンドレス、黄昏ジュークボックスになっちゃうからときめきじゃなくて、はい、ときめかないの、ときめかないの、黄昏、黄昏、黄昏ジュークボックス、面白いね、みんな元気なくなって黄昏ちゃうんだ、面白い。さん何かありますか。じゃあ、あの石田君の歌やろうかな。石田くん、うん、何する、もう一度抱きしめたい、もう一度抱きしめたい、はい、そう、どんな感じ、サビコーラスかなんかある、まあ、ちょっと聞いてみて君の胸に狙いを定めて熱いこの思い今すぐ伝えたい、君が去ってゆく後ろ姿と残された恋の記憶は心の奥に絡みついたままで独りよがりの夢を見ている、寂しくも悲しくもないけど少しだけ切ないあのメロディー、君は今でも口ずさんでるのかい、黄昏てく街の日見つめて君の胸に狙いを定めて熱いこの想い今すぐ伝え、君をもう一度抱きしめたい、取り残された君との夢はひとときだけの喜びで紛らわしてたけど分かっていたのさ、このままじゃ始まらないこと、夢を描いて生きてゆくほど時間は残されてないけど、扉を開けて明日に向かって歩いていこうと決めたよ、君だけ見つめてる夢が隠れようと永遠に一緒にいたい、掴んだその手を離さぬように君の胸に狙いを定めてる厚みこの想い今すぐ伝えたい、君をもう一度抱きしめたい、イエイ、ありがとうございます、もう一度抱きしめて、いいですね、いい曲じゃないですか、ね、もうあっという間に、ね、時間来ましたけどもですね、ね、もう一曲ちょっと早めにやりましょうか、ということでね、はい、あの不良少年の勧めいきますか、皆さんでね、勧めしますか、うん、あのよろしくございましょうか、はい、あの行くよ、イエーイ、イエーイぐらい言おうよ、行くよ、行くよ、イエーイ、イエーイ、行くよ、Yeah. そう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 、声が小さいね。いくよ、イエイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ラララララ、ラララララ、ラララララ、ラララ。生まれても、蹴られても、俺は負けない。叩かれた分だけ強くなれるの
んありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。来週のゲスト、桃田さん。あ、桃田さんすごいよ。久しぶりですね、お楽しみいただきたいと思います。 See you next time。人の心が好きさ